どうもこんにちは、広瀬アリサです。前回朝どれタケノコを焼いて食べたらとっても美味しかったので、私たちが買い出しに行っている間、京ちゃんにタケノコを掘ってもらいました。山水を引くのに邪魔になりそうなタケノコから掘っていきます。ポコ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 タケノコが生えてます。何回もタケノコ掘りをやっているきょうちゃん、綺麗に取れました。最初の頃はタケノコの根がどっちの方向に伸びているかもわからない状況でやってたりしたので、本当に大変でした。美味しそうなタケノコが取れました。今回は保存用とタケノコ焼きを作ります。まずは保存用の下処理から。タケノコは取ってから時間が経つにつれてえぐみが増してしまうらしいので、下処理は早めにした方がいいです。実はこれ取ってから1日経っています。本当だったら赤いブツブツしたところまで食べられるらしいのですが、今回は断念。柔らかい部分だけ使います。うん、これだけ。あとあっちに土落として洗うやつ、タケノコ焼きはすでにえぐみがひどく、一口食べただけで断念。タケノコ焼きは朝どれじゃないと美味しくないらしいです。下処理方法はネットで検索して見ながらやりました。カルトゥーンが持ってきてくれた米ぬかと猫山猫さんからいただいた唐辛子を入れます。唐辛子はえぐみを和らげる働きがあると言われているので入れました。
処理完了。こんな感じでタケノコを剥きました。あとは切って瓶に詰めるだけ。いっぱいだね。せっかくなのでタケノコの炊き込みご飯を作りました。美味しそうだね。そうだね、これは。いただきます。いただきます。どう？うん、美味しい。美味しい？うん、熱そう。よかった。ご飯がパサついてるけど、ちょっと固めだけど。そうなんだよね。ちょっと初めてのタケノコご飯でした。皆さん、ここまではうまくいったんです。しかし、2日後、保存用のタケノコを開けてみると、腐った水の匂いが。キョウちゃんからは、昔飼ってた亀の水槽の匂いがすると言われてしまいました。実は、タケノコを入れた瓶は沸騰させて、瓶の中の空気を抜かないといけなかったのですが、そのまま放置。2日後には水が濁って、その時にはもう食べれなくなってしまいました。本当に悲しいです。次回はちゃんと作れるといいな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。